を聞いている諸君、ご機嫌はいかがかな。ご存知の通り、我が輩はあの有名な閻魔大王の息子小閻魔である。いやいや、1年間のご無沙汰であったが、いよいよあのカラオケバトルロイヤルがここに復活した。悠々白書をいつも応援してくれている諸君、諸君が血のにじむような練習を積んでパート1を歌いこなせるようになったと、まあ霊界でも評判になっておるぞ。そこでさらにレパートリーを増やしてもらうべく、またまた強力なカラオケを用意した。今日は我が輩が審査委員長となり、諸君の歌を採点してみたいと思う。なーに、心配はいらねえ。自信のない諸君たちのためにもアドバイスするようゆうすけたちにちゃんと言ってある。思う存分歌ってくれたまえ。ところで、カラオケは人間界が発明した実に素晴らしい文化でありましょ。何グダグダ抜かしてんだよ。やるぜ。ほら、ゆうすけ、まだ終わっとらん。うるせえ。いいか、みんな、一曲目は俺の曲だ。歌なんてものは、要は熱い気持ちが伝わりゃいいんだ。俺もこの曲を歌うときは、クラマやヒエやクワバラたち、タフな仲間に向ける気持ちで歌ってる。下手でもいいから、みんなの熱い気持ちを聞かせてくれよ。用意はいいか。一曲目、タフ。We'll be right back.
ゆうすけのやつと来たら、相変わらず気が短くて困ったもんだ。さて次はと。こんにちは、クラマです。うおー、クラマ頼んだぞ。夢を叶えるためにあえて心を閉ざさなければならない時がありますよね。みんなの切ない胸の内を込めて、静かに優しく歌ってみてください。氷のナイフを抱いて。Thank you.
ったいごった、さすがはクラマだな。アドバイスも決まっておる。歌の奥の深さというものが伝わるな。ああ、ところで次はと、おお、ヒエだ、ヒエ、ヒエ、おーい、ヒエ、どこにいるんだ。ふん、またカラオケ大会か。俺は興味ないと言ったはずだ。歌いたきゃ勝手に歌うんだな。おいおい、こらこらこら、ヒエ、ちょっと待て、どこ行くんだ、おい。いつもながらしょうがないやつだな。それでは、あ、我が輩が代わりに口笛が聞こえる。どうぞ。Thank you.
次は俺様だ。うおー、桑原、いつも通り張り切っておるな。頼むぞ、血管切れんようにな。当たり前だ。歌は根性、腹筋に力を入れて腹の底から声出してくれよ。小さな声でもごもご歌ってたら承知しねえからな。男桑原一馬、ちゃんと聞いててやっから張り切って行ってみよう。
そろ女性の悠々白書ファンにも歌ってもらわねばなるまい。ケコ、頼むぞ。はい。嬉しいのに、その気持ちを素直に伝えられない時ってありますよね。それが好きな人だったらなおさら。私もそんな経験があるけど、皆さんはどうかな。ちょっとだけ勇気を持てたらいいのにね。どんな時でもあなたと目覚めたい。心を込めて歌ってください。Thank you.
うまいうまい、その調子だぜ。こら、ゆうすけ、また出しゃばりおって。審査委員長は我が輩だぞ。細けえこと気にすんなって。ラフに行こうぜ、ラフに。そんなことより、次はゆうすけ、お前の番だ。おっといけねえ、次の曲はだな。ちょっと照れくさいけど、いい歌なんだぜ。大切な人に自分の気持ちを伝えたいときってあるよな。俺もだな。ああ、まあ、なんつうか、そういうことだ。そんな時はこの歌に託してみるのもいいかもしんないぜ。つかの間のサンセット。
よいよ盛り上がってきたところで何人かで歌ってもらうのもいいな。どうだ、よし、おーい、桑原、ヒエ、クラマー、はいよ、やろうぜやろうぜ。おいおい、ヒエはどうした？ヒエはあいつは本当に素直じゃねえんだから。おい、ヒエ、こっちへ来いよ。くだらんしょうがないな。一緒に戦ったことのある仲間なら何も言わなくても目を見るだけで気持ちがわかります。リズムに乗って歌ってください。 I to I。ここで前半戦の締めくくりとしてしっとりとした曲をいこうと思う。いいねいいね、愛にあふれた優しい曲というのは俺様の得意とするところだ。嘘こけ、この前歌った時はお前だけ外してたっつーの。そうか、おかしいな。曲は光の中で、
ちょっと音程が難しい曲だけど、頑張って歌ってくれよな。
聞いている諸君が首を長くして待っとるんだぞ。あ、雪生で遅くなってごめんなさい。まあ、よしとしよう。あ、ちょうどいい。ここらで気分を変えてデュエットタイム。それじゃあまずはユースケとケイコちゃんね。なんでだよボタン。もういいからいいから、早く曲を紹介して。ほら、ケイコちゃんも。ええ、この曲はユースケみたいな分からずやと歌わないように。なんだと、こっちこそおめえみてえなすぐ怒る女お断りだぜ。私だって。おう、喧嘩するほど仲がいいってね。何を。それではそろそろ参りましょう。恋人同士で歌ってみてね。思い出を翼にして。Thank you.
恋愛ごっこか。俺たちはまだ戦いの途中だってことを忘れてないだろうな、ユースケ。なんだと？まあまあまあ、それより次はヒエとクラマの曲を紹介してくれ。くだらん自分の運命は自分の力で切り開く、そういう決意をビートに乗せて歌ってくださいね。わかるやつには何も言わなくてもわかるんだ。ワイルドウィンド、野生の風のように。いよいよ僕たちの歌ですよ。いやー、
ゆきなさんとデュエットできるなんて幸せだな。桑原一馬、愛を込めて精一杯歌わせていただきます。一馬さん、歌うのは私たちじゃなくてこの CD を聴いている皆さんですよ。え？ロケット花火のラブソング、カラオケスタート。
いい、曲はいいが、あれじゃクワバラ、アドバイスにも何もなってないぞ。それより、私たちのデュエット曲も皆さんに歌ってもらいましょうよ。おー、そうだそうだ。魔界も霊界も人間界もこのリズムを感じたら楽しくなってしまうかもしれないぞ。それでは、ラテン系のコエンマ&ボタンがお送りする曲、ムーンライトパーティー、シャルイダンス。
そろそろ佳境に近づいてきたぞ、ゆうすけ。ああ、みんな、俺たちの歌を歌って元気になったか。最後の曲だから、力入れて歌ってくれよ。曲紹介頼むぜ、クラマー。皆さんの大事な仲間たちと歌ってください。優しさは眠らない。
いかがだったかな、諸君。うまく歌えたであろうか。では、また会う時までによーくカラオケを練習しておくように。さらばじゃー。